1で今シーズンカープ4連勝。さあ、この回このライオンズのピッチングです。先頭のバレンティン、バットの先でセカンドフライ。そして打撃は好調の雄平、ここもフライに打ち取ります。そしてここは首を振る場面が目立って、結果大引きをショートへのゴロ。7回までスワローズに得点許さずに投げてました。